道具を使う人たちの悪い癖っていうか、俺だけなのかもしれないけど、あるギターを弾くと急に弾けるようになったんだけど、弾いてるうちに弾けなくなっちゃって、楽器のせいにして楽器取り替えちゃうとかさ、そういうパターンって結構ある。少年の頃に、ピック。あ、ピックね。ピックをもうとっかえひっかしてた。自分に合うピックは何なのかとか言って、練習もろくにせずに。うん。安いじゃん。だから、取り替えが切っちゃうんだよね。まあ、ピックはね。例えばギターだったら諦めがつくから、それで鍛錬を積むんだろうけど。うん、それで言うとさ、ほら、例の鳴らないエリック・クラプトンのアコースティック。はい。でさ、やっぱり、ちょっと安めだったから喜んで買って弾いてんだけど、本当になんなくてさ、2回ほどリペアに出して、鳴り出すんだけど、やっぱりなんなくなるっていうかね。でもずっと、やってるけどマーチンは根気がいるのかね。俺もならなくて手放しちゃったよ、とうとう。ちょっと鳴り出し、だからね、多分今はね、弦を張り替えるのまた、蘇生すると思う。うん。ちょっとかなり長くなっちゃったから。だから、クラプトンって今12なのかな ?13 なのかな弦、ゲージ。ああ、なんだろうね。クラプトンズチョイスっていう弦がさ、うんうん、あとマーチンも受けようとしてさ、あね、うん、あれが12と13の2つ売ってて。両方あるんだ。うん。で、家見たら、知らず知らずうちに両方買ったってさ、どっちやろうかなと思ってね。中3とか貼っちゃうとさ、うん、ちょっとしたチョーキングができなくなっちゃうから、あ俺は12かな。ギターの鳴る鳴らないってさ、あるよね。ある。全然。俺のさ、持ってる50何年製のオールドのストラトキャスターもそうで、買ったばっかりの時は、なかなかさ、こう、手強いギターだったのね。あ、そうなの、うん、今すごいじゃん。なんかね、出したいトーンが出ないっていうか、それがさ、ある時なんだろうな、まあ、テンションもきつかったしね。で、それをさ、裏のバネとか調整しながら、いろいろ試行錯誤を重ねて、おこれでいいか、みたいな感じになったあたりから、自分がよく抑える場所のトーンがしっかり出るようになったの。比較的最近よ。あ、そうなの？うん。だから10年ぐらい、10年、20年は、本当に手ごわいギターだと。あれ持ってこられるとね、全部それになっちゃう。存在感が強すぎてさ。まだ音が全然違うあれ、匂いってああいう古い家具みたいな匂いする？ギター検査するかな。前は開けた瞬間にもう古い家具の匂いがね、してたけど、そっか。あ、でもやっぱりね、あるよね。なんかあの時初めてそのヴィンテージギターっていうのを、こう、ケース開けた時に、近くで見たら、なんだこの匂いはみたいなんで、そう、古い家具の匂いだなっていう。だけど、マーチンのトリプル O28C は、15年ぐらい持ってたけど、最後までならなかったし、何より、買い替えを決心したきっかけが、天の声さんが持ってた、一番安いクラスのヤマハのフォークギターが、俺のマーチンより鳴ったのよ。あれ一番安いクラスだっけ？じゃないの？わかんない。1万5000円ぐらいだった。1万5000円はそうでしょ。70年代。明確に言うと多分1万2000円が売ってた。あ、そう。その後1万6000円、5000円あったかな。それがめちゃめちゃ鳴るのよ。それがショックでさ。で、なんでさ、ヤマハがさ、根気ないかね。だってさ、ヤマハってのは世界に名だたる名機いっぱい作ったら SG なんてさ、日本で買ってプッともこういうとさ、めっちゃ高い値段で売れたんでしょ？ぐらいいいさ、すごいギター作ってたのよね。エレキで。エレキは SG だし、アコギもすごい良かった、ね。もう出してないの？いや、出してんだけど、なんか、先細りじゃないけど、今に残ってないじゃん。うん、レスポールとか、スラトとかそういうとこに行ってないじゃん。今ね、パシフィカとかいうのが主力なんじゃないかな。ああ、うん、あれか。ベースとか。ギターも。あ、ギターも？時々ギター雑誌に広告が載ってるのを見かけたことが、最近はどうかわかんないけど。去年か一昨年社長が変わって、うん、で、力入れますとか宣言して、で、もっと日本を取り入れて竹の素材を使うとか言って、それでテレビ出てきてさ、嬉しそうにスモコンゾウできて。スモコンゾウモーターかよとか思ったんだけど、よかったっすよ。
だからそこでまた愛情が戻ったのかもしれないけど、なんかさ、あんだけの技術というか職人がいてやってたのに、なんかこう、出てこなかった。頑張ってほしいよね。頑張ってほしい。メーカーもね。ね。高峰はでも結構世界的にね。ね。アコギってさ、だから山とかさ、本当に古いやつは、何しちゃって潰れないぐらいなんかすんごいやつじゃん。だけどなんか高峰繊細。山を持ってんだよ。FG350 っていう。それも名機だと思うんだけど。俺が持ってる茶器は、もう5年ぐらいになったけど、どこもいじってないな。あれね、床だ。床だ。じゃあカルピスのあれ知らん？スライドバーってあれカルピスの瓶。そうなんだ。そうそうそう。それでカルピスのが瓶をやめるっていうんで、慌ててね、なんか何ケースか買い込んで保存したとか言うと、よくギターバージに書いちゃったよ。へぇ。なんか俺ライブ見に行ったな。俺はスライドしないけどね。僕もしない。なんでやんないの？技術的な問題。ああうん。できない。うん、ね、難しいよね。あと耳がすごい良くないとね。そう、ピッチがさ、うん、あれ、ピッチが分かる耳を持ってないと、蚊が飛んでるような音にしか聞こえないからな。確かにね。まあ、いくつかね、フレーズは多分あるんだろうけどね。うん、あと、開放、なんだろう、オープンチューニング何にしていいか分かんない。そうそう、オープンチューニングしたともうなんか分かんなくなっちゃうから。うん、でもレギュラーチューニングでスライドやってる人いるじゃん。もちろんディレクトラックス。あ、ね、あ、ディレクトラックスはでもオープンですよ。オープンしたんだっけ。オープンいいな。あ、ごめん、間違えた。あっちだ。ウォーレン・ヒーズでしょ。あ、ウォーレン・ヒーズ、ね。ウォーレンがやってる。そうそうそう。なんかだからスライドって、あの、オープンの人ってギター変えるじゃないですか、ステージで。うんうん。だけど、ね、レギュラーの人はそのままやるわけでしょ。ジョージ・ハリスも、確か、レギュラー。なんかあの人がレギュラーチューニングのそのスライドを確立されたっていうのを俺は聞いたことがあるな。私よくわかんないんだけど、オープンチューニングでスライドをやってなんかそのソロを弾いたりするときってレギュラーチューニングの時のよりも難しいっていうか簡単になる。ソロよ、うん、ソロを弾いたりする指で、うん、あ、指だともうだからコードが分かんない。だからスライドをやってその後ソロに移るとするじゃない、うん、スライドをやめて、あ、やめてだったら要するにあのポジションを知ってないと弾けないよ、うん、そう。だからなんかレギュラーの方がやめた時にすぐ普通にソロを弾けるじゃないですか、まあね、うんうん、だからオープンの人ってスライドをが終わって普通のソロを弾くときってどんな感じっていうかやっぱ難しいのかなと。そういう人ってあんまり見ないよね。でもね、うん、オープンチューニングにして要するにバッキングスライドにしてソロを指で弾くってこと。うん、そう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 。なんかそのままスライドでずっとスライドはスライドでソロ弾いちゃうみたいな。あれディレクトラックスってさソロ弾かないってこと。あ、指で弾いてるね。弾いてるでしょ。あの人はね。プリテンディングの時とか指で弾いてたんですよ。デュアン・オルマンはずっともう指で弾いたのと印象ないけど。うん、デュアン・オルマンの動画ってあんまりでもさ見てない。ワイダーズなんてさソロほとんどあれじゃない、デュアンじゃない。あれはだってレギュラーだよね。あ、レギュラーか。うん、そうそう。なんかミック・テイラーが前にやっぱりそのレギュラーで弾くあのスライドをやる理由はソロを弾けるからっていうかその弾きやすいからっていう風に言ってたのを読んだことがあるんだけども、オープンの人はソロ弾くときどうするのかなと思って。うーん、どうなんだろう、わかんないね。うん、だから形で覚えちゃってるからね。うんうん、そうそう、形じゃなくてもう耳でなんかこうちょっとずれてもこうあ、デーンとかモーンとかさ。あとほら、キース・リチャーズみたいに、オープン G でしょ、あの人って。うん、普通に弾くときも。え、そうなの？オープン G で、なんか6弦取ってる。6弦取ってる。知らなかった。だから、普通に弾いてるときもオープンだよね、とか思っていて。え、そうなんだ。だから、オープンで指弾きはできることはできるんじゃない？まあ、要するに、スケールさえ知ってればって話だ、うんうん。あんまりね。
そこを勉強する気にもなる意欲を。そうそうそう。